どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、もう恒例となっております。Gラボの、ウクレレでセミオーダーをオーダーしてくださった方のご希望があれば、この私ガズが試し弾きをしてレビューをして、もし必要であれば、どこかに、ご希望の場所にサインを入れますよという、そういうね、企画の動画になっております。さあ皆さん、今回も2つのセミオーダーウクレレが到着しております。ガズさんのレビューしてほしいですというふうに申し入れしていただいた2本なんですけど、もう早速紹介していきましょう。まずこれ大きさ見てもらうとわかるけど、こっちがソプラノでこっちがコンサートかなと思われますが、じゃあこのちっちゃい方から見ていきましょう。よいしょ。じゃあこれ一回ちょっとこっち置いといて、はい。こちらのウクレレ。これはね、いいウクレレでした。はい。開けますよ。でげ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 、じゃーん。ウォルナット、これウォルナットという木です。ちょっと今スペックを言ってきますと、三木真代様がオーダーしてくださったですね、セミオーダーしてくださった G ラボウクレレで、薄レレのソプラノサイズ、薄レレです。薄レレのソプラノサイズで、これなんと、トップ材とサイドバック全部ウォルナットなんですね。つまりこれ、クルミの木です。めちゃくちゃ渋いですよね。ちょっとね、このグレーっぽいというか、なんとも言えないこの質感、たまりません。はい。いいでしょう。で、この貝がね、白鳥貝という、ちょっと白っぽい貝を、セレクトしていただいて、このポジションマークとか、これもね、ガズのデザインの、このブリッジの、この部分をね、あしらってるんですけど、で、この G マークも白鳥貝というスペックになっております。これね、ソプラノのね、薄レレなんで、すごくね、こう、薄く、ちっちゃく見えるんですよね。ピックアップがついているモデルになります。ちょっと弾いてみましょうか。ずっと弾いて痛くなる感じでございます。はい。このね、フレットはだから、5、6、7、8、9、10、11、12フレット仕様ということで、ここのね、ガズさんもこのね、スペースが結構好きなんですよ。ここでこう弾いたりなんかしているんですけど、はい。このね、薄いんだけれども、しっかり鳴りも良くてですね、このウォルナットね、この質感がめっちゃいいですよね。この、なんとなくこう淡い色、なんか、ね、魅力的。僕もね、ウォルナットのウクレレ1本欲しいなという感じがしてるんで、これすごくいいウクレレができました。三木真代さん、ありがとうございます。塗装はね、見てもらったら分かるけど、マット塗装でツヤ消しということで、なんかこうなんていうかな、渋い1本だなというふうにも、音もね、今聞いてもらったら分かるけど、なんかこういいですよ、すごく。さあ、三木真代さんはですね、ケースに、サインをしていくくださいということですんで、ちょっとじゃあケースの方にサインをしていきたいというふうに思います。じゃあこれしっかりね、このハードケース、セミオーダーのオーダーしてくださった方はね、このケースがついておりますからね。はい。じゃあこちらにですね、よいしょ、しっかり止めて、よし、はい。じゃあケースにサインしましょう。どこがいいかな、ここにしよう。しました。三木真代さん、すぐ発送するんでお待ちください。じゃあ、もう一本のセミオーダーしてくださった、ウクレレをご紹介します。今度これは結構大きいよ。はい。ちょっと見てみましょうか。はい。ちょいちょいと開けまして。よいしょ。じゃあみんなの方向けて。さあ、行きますよ。テケテケテケ、オープン！わーお！これはなかなかの、ゴージャス感。これはね、コンサートウクレレで、今スペックをちょっと見ますと、これね、なんと、アカシアの木なんですね。色をつけてない、そのままのアカシアの木で、で、Gラボのウクレレたちっていうのはトップはアカシアで、サイドとバックはマホガニーという木が多いんですけど、これはですね、オールアカシア仕様ということでですね、なんかすごいね、
あんまりこの雰囲気っていうのはあの G ラブオークラでも見たことがない。しかもこれはなんか最近だと新鮮に見えるあの通常のボディの厚さです。まあ厚れれとは言わないけど普通のあのボディなんで、これ結構ボリュームもあると思いますよ。そして見てもらったら分かるけど、このキラキラしたあのツヤありグロス塗装ですね。これがまた今見るとなんかやっぱりすごいなという感じ。そして、ご注目はこのこれの貝がですね、アバロン貝というちょっとゴージャスななんかね貝ですよね。この柄がなんとなく際立つ、はい。でフレットも10、11、12、13、14、15、16フレット仕様で、このポジションマークもこのブリッジガズのブリッジデザインですね。でなんとこのモデルヘッドロゴなしというオーダーをいただきまして、こんな風な仕上がりになっておりますね。はい、ネックもこんな感じでございます。そしてこのウクレレはなんとプレゼント用にね、作られたオーダー、 G ラボにオーダーしていただいたウクレレということで、高橋愛様から柴田様へのプレゼントということで、素敵ですね。このセミオーダーのウクレレを、プレゼントをするなんてもうすごい素晴らしい。ちょっとサウンドチェックじゃあ弾いていきましょう。いきますよ。あ、やっぱりコンサートサイズということとこのボディの厚さがあるんでしっかりですね、低音がやっぱり出るかな。フルサイズのウクレレのボディになってるじゃないですか。これまあね、これがやっぱりね、ふくよかな音というかボリュームもあるし、コンサートサイズっていうのもありますけど、低音から中域高域までやっぱバランスがすごくいい。この弦の張りをね、この弦がこうパシッと弾ける感じがすごく伝わるいいウクレレかなというふうに思います。ナイスなウクレレ、これすごいですね。贈り物ウクレレとして最高だと思います。じゃあケースにしまいまして、これね、ケースにまたサインをくださいというご依頼ですんで、このケースにサインをしていきたいというふうに思います。さあ、さっきここだったからちょっと位置を変えてこの辺にしようかな。よし、サインを書きます。ありがとうございます。こんな感じで、こちらの、ウクレレにもサインを、しましたよということで、柴田様、これ送りますんで、お待ちください。はい。というわけで今日はとっておきのね、G ラボセミオーダーウクレレのこの2本をご紹介していきましたということでございますけれどもですね、このようにですね、G ラボのウクレレって、セミオーダーといえども、もうほぼフルオーダーみたいな感じでできるんですよ。G オーダーというシステムなんですけれども、今日、9月30日ですけど、今日までですね、この G オーダーも受付、予約受付になっておりまして、ぜひ興味ある方は、質問だけでもしてみてください。ガズレレ公式ホームページのご案内のページ貼っときますけど、私どんな風に選んだらいいかわかんないという方、G ラボスタッフが親切、丁寧にご相談にも乗りますからね、カラーバリエーションとかもすごいですから、もういろんなことできるんです。ぜひ、これもね、ちょっとチェックしといてください。で、ご希望があれば、こんな風にガズが皆さんのウクレレをこう試奏して、レビューして、ご希望があれば、サインをしてお届けしますよということもやっております。はい、 G ラボのウクレレたち最強最高のウクレレですからね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ただいま今日までですけど大好評販売予約受付期間中です。このね G ラボのアンプと G ソリッドエレキウクレレも、これもねなんかもう話題騒然となっております。こちらの方もチェックよろしくね。そういうわけで今日はですね、セミオーダーレビュー動画になりました。このウクレレ大切にお届けします。お待ちください。バイバーイ。Bye.